月の夜、月光を背に歩く人影、お宝ハンター五右衛門。うわ、寝台入れ替えで今日定休日か。しっかり下見したかったんだけどな。仕方ない、Pバラドル決めよう。オス番長3が6台、あとはバジリスク絆が14台、あとは北斗の剣とも魔法少女マドカマギカ1と、この辺のメイン機種を攻めようかな。まああとは常連さんの動きなんかを見て朝一は動こう。そうしよう。明日は絶景見させてもらうぜ。シュタタタタタ。見せてもらうぜ、五右衛門。北陸エリア強豪2社提供。今回の提供は USA グループだ。そして今回お宝をもらいに行くのはここだ。番組のルールは単純明快。五右衛門がお宝を奪えば勝利だ。そしてお宝の数に応じた豪華商品をプレゼントするぜ。負けたら何もないけどな。おはようございます。よろしくお願いします。あー、絆いけんことなさそう。カード開いてる。あー、前日、前々日めっちゃ強い台か。あー、いやもうこれしか空いてないな。ちょっと番長3は空いてないのかな。番長3全台空いてる。え、前日天休日で下見できてないんですけど、ちょっと番長3にしようかなって思ったんですよね。でもお客さんの流れ的に絆だな、完全に。まあ、本当はちょっと番長3と迷ったんですけど、まあ、絆、まあ、前々日が、まあ、前日天休日なんで、前々日が、まあ、めちゃめちゃ出てる台、おそらく出てるから避けられてるんだと思うんですが、まあ、絆が一番人気。番長3諦めとか多分全台空いてるんですよ。で目立つ位置ですし、必ずしも前々日高設定だった台が避けられるとは限りませんので、まあ、目立つ位置のカードから実践していこうかなと思います。ということで絶景見せてもらうぜ。まあ、単純に高設定を探すんだったら、おそらく絆よりも番長するのが分かりやすい、分かりやすいというか、やっぱやりやすい機種なんで、設定しさとかもありますし、そっちにしようかなって。今回今日に関して言えば出目が全部揃えられてるんで、まあ、転生なんかもそうですね、全部7揃いしてるんで、まあ、学訓チェックなんかもできないと。まだね、リセット状況は逐一確認しなきゃいけないですね。で、ハデス、ヘルゾーン、朝一入ってるんで、まあ、電通のゲーム数とか分かんないですけど、リセット濃厚かなと。450ゲーム、チャンスリプレイ。今は嫌なところじゃん。452ゲーム発展。できました。次も頑張ります。ようやく当たった。454ゲーム、総投資が15本。LED が緑、一応高額かつチャンス目2回引いて、戻しっぽい動きもしてくれたんで、玄之助で1000人か。ちょっと熱いな。青か。
ト。残りベルゼロで告知。1回目の BC から駅1セット目は4対4、効果かもなし。夕方1回目の掛け合いから発展。これは嫌な予感がするな。でも2回連続攻撃赤、これで警察立って。やっぱり高設定は圧倒的に単発が少ないんで、まあ上2つは。さあ2セット目は6対6、合格はなし。で夜ちょっと危ない気はするな。1回目の掛け合いから発展。よし大丈夫だ、これは大丈夫。よし継続で3セット目。セット目も6対6、合格はなし。ただ一応左衛門いるのに、あの相手がいないんでチャンスアップかな。うーん、これは危ないな。一応3回目までいった。あー継続確定。4回目の掛け合いで発展なんで継続確定ですね。もしかしたら結構いい継続率取ってんのかな。はい継続で4セット目、ここでチャンスリプレイ。4対4、合格もなし。朝だったらピンチ朝、これは終わったかな。1回目の掛け合いで発展。あー危ないな。に終わったか。さすがに終わった。145ゲーム497まで終了です。あ BC 行けなかった割にはだいぶ伸びてくれましたね。十分、まあ絆ももちろんいい感じですし、まあ、僕の代も全然まだ悪くない。で朝一、まあんまりお客さんの付きが良くなかった番長3なんですけど、めちゃめちゃ強い。うわー、ここにも絶景か。だいぶイケイケっすね。朝一の当たりが51回転、時々まあちょっと早い当たりどうかな。まあ8台しかないんで、7台しかないんで何とも言えないですけど、まあリセットかかってるんじゃないかな。あの台もまあこっちの台も稼働してる台は大型200以内、まあ100以内ぐらいに当たってるんで、最初の当たりがリセットはかかってるんじゃないかなと。特に絆は、まあ、僕の台含めてそうですけど、稼働付近がなかなか強い。こっちの稼働の台なんかは、まあ、10の6、7の5と、まあでね、BC と AT も離れてなく、かつ出玉も持ってるんで、まあ、パーソナルでちょっと見にくいですけど結構出てるんで悪くない。もうちょっと絆頑張ろう。
280ゲームチャンスリープレイ、高川光輝持ってるんでこれは大チャンス。ここでチャンス目、284ゲーム発展、大丈夫でしょう。288ゲーム持ちこいんで BC 当選。青の一色お見事です。 LED が青チャンス、おぼろでいきます。チャンスアッパー2つ、もしかしたらチャンスリプレイからかもしれないですね。ちょっと分かんないです、そこは。とりあえず一発目の BC からまたエピ。6対4。さあ、降格が欲しい。降格なしか。色は青。だいぶ危ない。さあチャンスリプレイ、弱いな、これは意外と強い。ああ、結構ガセるんですよね。もういった、チャンスリプレイから BC。青の同色、お見事です。 LED のは変わってないんで、まあ継続したかどうかは分かんないと。OK、 同色中のチャンスリープなんで約 70% ぐらいでしたっけ、 70% ぐらいで乗ります。 OK、 これでストック、上手に同色行かせましたね。ああ、ワールダイブということは1セット目継続してて今のチャンスリプレイでっていう感じですかね。まあ、なんで実今回も単発ではなかったと。BC は引けず、ストック消費で継続です。ここからがおそらくストックラインで継続率での抽選になりますね。5セット目は6対4、合格はなしと。継続確定ですね。継続で6セット目、6対6でこれチャンスリプレイ、合格はなし。またしても甲賀に一方長流れて継続確定ですね。こうなってくるとなんで継続したのかちょっと分かんないですけど、まあ、よっぽどいい継続率を取ってる可能性がありますね。これは維新決継続、これで7セット目です。でチャンスリプレイ、当たりましたね。チャンスリプレイからビシ、赤の一ショット、
僕はできずと。今回は4対6、降格もなし。また継続確定ですね。素晴らしいな、こんなに続くんすね。今回は7対7、チェリー降格で今チェリー来ましたね。当たってれば、まあ、開始時前兆が来ます。で、夕方と当たってないかな。当たってないですけど、もう一発来ましたね。赤文字確定ですね。チャンス目じゃなければ確定です、今のが。はい、ジャックチェリーからビシ、青の移植。お見事です。あ、待て、ソックはデキスト。これでチャンスリプレイの効果確定です。今回は6対6で、チャンスリプレイの降格と。今日は夕方、1回目の掛け合いから8点。危ないかな。さすがに終わりましたね。365ゲーム1170枚で終了です。アイ様、154ゲーム強チェリー、156ゲームチャンスリプレイ。これは当たってほしいな。大丈夫でしょう。161ゲームBC確定。LED が黄色、おぼろでいきます。チャンスアップはなし。AT なしで三日月光が。AT なしで満月。1ゲーム目にチャンスリプレイで後期持ってるんでチャンスですね。3ゲーム8点、大丈夫でしょう。これ強チェリー7ゲーム BC 確定です。レイディーが青、ところでいきます。チャンスアップ、チャンスアップ、アンスアップ。
なしで判決、勝ちましたね。4回目の BC から、ゆき1セット目は6対4、ここでチャンスリプレー、これ出てるんでかなりチャンスじゃないですか。前兆始まればビーシー当たってますね。そもそもあのリプレイが、イガリプレイが出てたんで、多分この季節を待ち、はい、チャンスリプレイからビーシー待ちに着くチャンス確定、狙え中、お見事です。 LED は黄色、色変わらないんで、もしかしたら単発だったかもしれないです。2セット目は9対7。チャンスリプレイとベルの互角ですね。で、継続確定です。これベルからなんで僕が確定して、押し順ベルから行きましたね。これで確定です。しかもこれがワイルドアイズ、だね、これで2セット以上あると。チャンスリー、あーすいません、落ち順ベルからビシエス中、青の移植、お見事です。チャンス取得できず終了です。推薦です。これは熱いっすね。チャンスリプレイからビシ、青の移植、お見事です。ストックはできると。チャンス目からビシっすね。今これで4セット目ですね。これはまあ復活しますね。ビーシー曲継続で6セット目です。6対4、合格はなしと。で、夕方いいし、当たってくれたら嬉しいんですけどね、弱いかな。ダメか。200ゲーム742枚で終了です。192ゲーム今日釣り、196ゲーム8点できました。まぶれて団子屋敷、うまいっすね。
202ゲームチャンスリプレイ、おそらくまだ超広角なんでこれは当たってほしい。 OK で駿府城当たれば AT のコート、213ゲーム B シノック青の移植ですね。駿府城からなんで源之助でいきます。残りベル0で告知ですね。BC1 回目で再び AT です。追走の6対6、合格はなし。で、アウト。祝言に終止符を打とう。この方が源之助。5回目の掛け合いから発展、危ないかな。ダンスアップはなし。はい、とりあえず単発は回避で、ここでチャンスプレー。 PC 当たったらめちゃめちゃうまい。あーダメか、1つ目は3対5なんで降格が確定と。チェリーの降格ステージは朝と。3回目の掛け合いから発展、活躍77ゲーム301枚で終了です。 AT もなしと。120ゲームチャンスリプレイ、これは当たるやつですかね。多分当たりましたね。127ゲーム BC 確定、赤の移植、 LED は白、源之助いきます。チャンス目引いたんでちょっと分かんないですけど、チャンス目もしくはマックスに行きましょう。4回目の BC からバジリスクタイム、セット目は4対4、合格はなし。長く祝宴に終止符を打とうぞ。チームここに。2回目の掛け合いから発展。単発125枚で終了です。ああ、ありましたね。継続で2セット目。
レットメラー5対3なんで降格ですね。チャンスリプレイの降格。色は青。ここでチャンス目。いやー、チャンスリプレイ引けないですね。2回目の掛け合いから発展。2セット255枚で終了です。まあ、朝から言っている通り角付近の絆、まあ、自分の期待も含めてそうなんですが、まあ、ほとんどサマイスプラスとで結構イケイケな状態なんで、まあ、絆この辺に関して言えばもうほんと絶景と言いますか、もう上3つ、まあ、下手し上2つで間違いないんじゃないかなと。で朝一から言ってた番長3なんですが、まあ、パーソナルなんですけど上に出玉書いてありまして、まあ、1691枚、1814枚でこっちも1747枚、2000枚と、まあ、かなり皆さん出玉持ってらっしゃいまして、で40回オーバーの台がほとんどっていう感じなんで、まあ、間違いなく上使ってるんじゃないかなと。マイジャグラーも3000回転ほどで合算112分の1、でサマイスがプラス2、3000枚と、まあ、やっぱりバジリスク絆、あとはオス番長3、そしてサラリーマン番長と、まあ、メイン機種がとても強いですね。その中でも絆、まあ、あとは番長3、この2機種が絶景、間違いなく最高設定入ってるんじゃないかなという気がします。その中でも角付近、まあ、バラエティコーナーなんかもそうなんですけど、ジャグラーコーナーなんかも角付近が強いっていうところがあるんで、まあ、そういうところなんか狙っていけば全然勝ちやすく絶景見れるホールなんじゃないかなと思いますね。まあ、2、3回とか出てくれたら結構、何も引かずに団長屋敷。落ちて1ゲーム目にチャンスリプレイ、195ゲームです。これは大丈夫でしょう。196ゲーム発展。はい、赤の一色 LED は起動。弦乗ってできます。500人。これはいけるんじゃないですか。2つ目の BC からエティ、アシスク対水星の火星の核。1セット目は6対4、マクはなしと。で夕方、掛け合いから発展。あ、継続すら怪しそうですね。単発152枚で終了です。終わりましたね。 DC は当たってなかったですけど継続です。1つ目は4対4、合格もなしか。で夕方と。愚かの極み、勇敢と踏まれた己を呪え。2回目の掛け合いから発展。
厳しいかな。どうしても2セットっすね。2セットは266枚で終了です。いまいち伸ばしきれないですね。生ぬるいの。78ゲームチャンスリプレイ。これは熱いバトン。80ゲーム8点。戻りましたね。82ゲーム BC 確定。チャンス狙え。赤の移植。赤。LED は青。チャンス。時間的にもしかしたら A タイプの移動も考えなきゃいけないんで、おぼろで戻ります。チャンスアップ。アッパー2つ、OK、もしかしたらチャンスリプレイかもしれないですね。今回も1回目の BC バラエティ。1セット目は6対4、合格はなしと。背景は夕方。1回目の掛け合いから発展。2回とも源之助の攻撃。なくはない。ダメか。単発207枚で終了です。182ゲームチャンスリプレイ。当たりましたかね。7なんで AT 確定ですね。186ゲーム、青の同色で7なんで AT も確定と連続できます。今回も最終ボックスと。1回目の BC から AT。セット目4対4、シェリーの合格。人が背景が夕方と。ここでジャクチェリー。中が終焉に終止符。2回目の掛け合いから発展。チャンス目かな。これは単発の予感ですね。ああ、2つ待ってね。 BC はなし。2セット目も3対3なんで合格ありと。チャンスリプレイの合格。背景は夕方。ここでチャンス目。
しましたね。あ、当たってますね。チャンス目からビーシストックはできず、予告出たんで継続確定プラス絆確定ですね。都庁の大輪が光に混じりつく甲賀忍法将中光本州中中中4対4で恋降格と BC は引けず継続で4セット目ですね。今回は4対6、合格もなしと夕方ここで強チェリー3回目の掛け合いから発展、でさらにチャンスリプレイ、うわーこれ BC 当たってほしい。36ゲーム489枚で終了です。ダメか。このバジリスク絆間違いなく高設定だと思うし、まだまだ打ちたいんだけどな。でもな、今台風来てるしな、ギュで飼ってるサボテンが心配だ。よし帰ろうドロン。今日はいい絶景見させてもらったぜ。ふーやってやったー、やったぜ。見たかこの野郎、これが五右衛門様の実力だぜ。ということで今回はこちらをプレゼントするぜ。応募要項はこちらだ。みんなどしどし応募してくれよな。絶景見せてもらうぜ。ごえもん、またね。お願いします。告白するときも、デートのときも、喧嘩のときも、ごめん仲直りしたときも、いつでもどこでもジャンバリ新着アプリ